2アウト。バッターは DH 吉田。2アウトランナーありません。マウンド上床田、そしてキャッチャーは大城。このバッテリーのマリーンズ打線がインサイド落ちました。ファールボール。わずかに左に切れました。ファールボール。ノーボールワンストライクです。打ちました。ファールボール。このファールです。改めてお聞きします、この吉田どういうバッターなんでしょうか。ミートがうまい上に打った、伸びていく、入った、ホームラン。マリーンズ大山、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。今日は何で来るか。打ちました。ファールグラウンドへのフライです。アウト。森が抑えています。ワンアウト。バッターは2番に入っている佐藤。有原、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ヒー、高い打球ライトへ。ここはフライになっています。ライトが取りました。ツーアウトです。打順は3番山田。ツーアウトになっています。この回の有原、早くも2アウト。まだ3球しか投げていません。そうですね、まあ上位でね、ピッチ初球打ち、ワンワンヒットになりました。同点のランナーを出してしまいました。2アウトランナー1塁。バッターボックス原、ヒットでランナーを1塁に置いています。初球打ち、はじき返した打球は右中間へ。ストライク決まります。豪快なスイング打ちました。センターに投げ伸びる。バッターは打ちました。この打球は落ちそうだ。最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。ここはしっかり抑えていきたい。センターへ抜ける。先頭また初球、このフライはどうだ、落ちるか。ここで打線に勢いをつけさせないようにしたいですね。センターへ持っていった。さあバッター、さあライトへ持っていった。さあ、サヨナラランナーがタッチアップ。ホームイン。イチロー、サヨナラの犠牲フライ。打ちました。ヒット。さあ、そういった配球で走ってきた。キャッチャー2塁投球する。で、来るか。これはファーストライナー。さあ、そしてバッターボックスには吉田が入っています。さあ、アウトカウントが1つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。これが初球。ストライク。まず変化球決まってワンストライク。さあ、2球目は何か。ボール。外へ持っていきましたが入りません。打ちました。流しました。レフトに強い打球、フェンス直撃。セカンドランナーホームイン。マリーンズ。さて、バッターボックスの村上、どういうバッターなんでしょうか。どこに投げても大きいのを打たれそうな投手からすると非常に嫌なバッターですね。そうですか。ストライク。ストライク。ここはあっという間に追い込んでいます。打ちました。セカンド取った。追いつくためにもこの先頭バッターを出していきたいところです。切れていきます。ファウル。ボールカウントはワンストライクです。2球目打ちました。この打球はフライになっています。浅村抑えてワンアウト。バッターは岩熊、まずは先頭バッターを打ち取っています。打った、高く上がった、突き刺さる。バッターは4番ソト。ツーアウトになっています。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ツーアウトランナー1塁。バッターボックスには5番近藤。タイガース先制を許した直後のイニングで追いついています。打ちました。ツーアウト。センターに抜ける。マリーンズピンチになりました。ツーアウト2塁1塁。さあ、そしてバッターボックスには今宮が入っています。さあ、勝ち越しは防ぎたい場面です。こういった序盤のピンチを真ん中のボール打った、落ちた、ヒットになる。セカンドランナーホームイン。
初球陣弾き返した打球はセンターへ。山本が掴んで3アウトです。ついに最終回を迎えました。追いかけるマリーンズの攻撃。6番バッター山本、これはサードライナー。バッターは7番に入っている鈴木。藤井、まずは先頭バッターを打ち取っています。ストライク、ですね。はい、変化球が決まっています。あっという間に2ストライクです。インサイド打ちます。ショートの横抜けた。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー1塁です。バッターボックス坂本。マリーンズ同点のランナーが出ています。ランナースタート、レフトに持っていった。手を伸ばして取った。これはチームの士気を上げてくれるようなプレー。難しい打球、まあそうですね、同点にされるわけにはいきませんから。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。ファーボール、流し打ち、最後はライナー掴んでアウト。これで3アウト。マリーンズのゲームを解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはバファローズの先発宮城がベストオフィールド北海道のワンドラフト、立ち上げの1点なんですが、里崎さんはどのような考えを持ってらっしゃいますか。まずその日のピッチャーの出来を早く把握して、いい球を中心に組み立てたいですよね。はい、キャッチャーがそのいい球を引き出すことができるのか見ましょう。Feel like